はい、皆さん、こんにちは。愛の選手でございます。さあ、今日はね、なんとリスナーさんより差し入れをいただきました。それがなんとね、こちらでね、メルちゃん、メルちゃん、チャイナドレスメルちゃん。はい、というわけでね、24歳成人男性にこのメルちゃんを送るという、凄まじいメンタルの持ち主。いやー、まあ、でもね、メルちゃん、俺ね、なんだろう。やっぱり男の子なんでね、こういう人形とかはね、もちろん買ったこともないですし、遊んだこともないんでね。今回からちょっとチャレンジ。ちょっと今日は俺がね、俺が存分にメルちゃんで遊んでいくわ。ニハオつってる。ニハオニハオつってる。ニハオニハオつってる。メルちゃんがチャイナドレス姿になっちゃった。あ、でもお団子可愛いっすね。お団子とか、ちょ、これ結べたりするんだ。いろんなヘアスタイルができちゃう。可愛い小物がいっぱい。チャイナドレスメルちゃん。チャイナドレスメルちゃん。可愛い抱きメルちゃんと一緒に、愛が優しさが心が育っていく。おー、いいじゃねえか。俺の、父親としての、今日から愛の選手は父親ですからね。チャイナドレスメルちゃん。ちょっと見てみましょうか、これ。セットだよ。ロングヘアメルちゃん。パンツ付き、パンツ付きだって。やったぜ、パンツ付き。チャイナドレス、靴、ヘアゴム、櫛、ミニブックも付いている。ちょっと待ってくれ。お風呂に入るとこれ。髪の毛がピンク色に変わる。マジかよ、これ。お風呂だな。お風呂だ、これ。次回お風呂でしょ、これは。一緒にお風呂に入ってね。うわぁ、いいんすか、女の子と一緒にお風呂入っちゃって。36度以上に入ると、髪の毛がピンク色に変化します。マジかよ。すげえじゃん。水につけるか冷めると、元の色に戻ります。インランピックか？おいおい、待って、これ。これ大丈夫なのか、これ。どこだ、ここか。これ大丈夫なのか？お風呂に入った、あとは次のように、中を水、これ大丈夫なのかこれは。これ大丈夫なのか、おい、メルちゃんにも穴はあるんだよな。メルちゃんにも穴はあるんだよな、ごくり。じゃあ、開封していくぜ。メルちゃん、メルちゃん、メルちゃん。キモデム、キモ、ピザデム、クソオタ、愛の戦士の餌食になるんだよ。メルちゃん、よく来たね、メルちゃん。あ、こっから先は、女の子は見ないでください。ドン引きします。絶対ドン引きすると思うもん。メルちゃんキャタログもある。メルちゃんキャタログ。メルちゃんキャタログ。わー、いっぱいなんかメルちゃんの、わ、メルちゃんお友達いっぱいいるな、こいつマジで。愛の戦士なんかお前友達一人もいないからな。愛の戦士と違ってメルちゃん、でもメルちゃんは今日から俺の、彼女なんで、俺の、マジ俺のこれなんで、メルちゃん。メルちゃん、メルちゃん今日から俺のこれなんでよろしく。お前らマジ、今日から俺の、マジメルちゃんこれ俺のこれなんでマジよろしく。なんかカタログとかがいっぱいついてますね。そんなことはどうでもいい。俺はこの女、うわ待って、メルちゃんめっちゃ拘束されてる。めっちゃ封印されて、首とかで固定されてる。これ何これこれ。これやばいっしょ、この封印具合。やばいっしょ、陰陽師に封印されたっしょ。うわーうわーっていいね、いいね。バンドできるよ、メルちゃん。メルちゃんバンドできるよ、バンドマン。ちょっとじゃあ、解放していきまーす。オッケー。封印が解けた。メルちゃん、なんかもう縛られてるけど。髪の毛に、これ癖ついてるって絶対。わ、抜け毛やばい抜け毛これ。やばめ。マジメル。マジメル。オッケー。オッケー、メルちゃん。うわー、首が動くわ。すごいことになってる。マジ首がやばいわ。首がもうマジ、凄まじいわ。怖いわ。怖いわ、メルちゃん。いいぞ、メルちゃん。手もね、結構動きますね。いい。あ、待って、指も曲がんの、これ。指は曲がんねえわ。指は曲がんねえけど、いい感じですね。あー、なるほど。あ、チャイナドレスってさ、何履いてるの下。こんなの履いてるの世の中の女子たちは。気になるんだけど。気になる。うわー、いい。うわー、いい。うわー、いいぞ。いいぞ、これ。いいぞ、これ。あとは、なんだろう。あー、ヘアゴムとかついてますね。ちょっと取っちゃいますね。冊子がついてました。はじめまして、メルちゃんです。身長26センチ、体重236グラム。
あなたに、お家に来た日を書いてね。なるほど。それが誕生日になるのか。メリちゃん。はじめまして。メリちゃんは、あなたに会ってとっても嬉しいね。これからずっと仲良くしたんだ。いろんなことしていっぱいいっぱい遊ぼうね。いつでも言ってたよ、メルちゃんと。メルちゃん、やばい。メルちゃん、え、てかメルちゃんよりこの後ろの女の子可愛いわ。後ろの女の子育てたわ、いいわ。抱っこしてるこの女の子抱っこしてあげたいわ。愛の戦士、ちょっと、これ以上は捕まりかねないので。ちょっとじゃあ、いろいろ、せっかくこれ、靴ついてるんだよね。靴がね、ついてるんですよね。これ右と左ねえだろうな。お、靴はまっていく。ちょっと、いいね。いいね、メルちゃん。履いていく。履いていく。靴履いていく。うわー、うわー、ヘドバンできる。うわー、うわー、わーわー、楽しすぎか、楽しすぎか、メルちゃん。あ、髪が乱れた後は、この櫛で、うわ、引っかかる、うわーうわー、もう、髪質、お前の髪質はどうなってんだ。こうやってね、とか、引っかかんな、お前。マジ、リンスしろ?ああ、じゃあこれでね、早速いろんなヘアスタイル作っていくわ、ちょっとマジで。マジ任せろよ。髪の毛とか、結んだことないからな。これできんのかな、俺。まあ、こうやるっしょ?で、こうやるっしょ?こうやるっしょ?こうやるっしょ?で、多分こんな感じで。無理だよ、これ。結べたけど、なんか。やばいもん。やばいもん、メルちゃん。メルちゃんやばいもん。ごめんって、なんか。すさまじ、パイナップルイヤーになってるもん、メルちゃんもう。メルちゃんごめん、なんか、すさまじいわ、もう、髪の乱れが。やばいわ、ちょっともう頑張るわ。ででーん、はい、というわけでね、10分間頑張ったけどね、結局、これが限界だった。もうしかもほどけそうだし、もう愛の選手は髪を結ぶ才能が、ちょっと欠如しているってことが、もう髪ボサボサになっちゃったから、もうこれはね、もう髪こんなボサボサになっちゃったらね、もうね、これで溶かすよりも、一緒に、お風呂に入った方が早いんじゃないかな、メルちゃん。メルちゃん。可愛い顔してるね。メルちゃん。ねえ、メルちゃんいいだろ?メルちゃん。君、とっても可愛いよ、メルちゃん。僕と一緒に、お風呂に入らないかい?メルちゃん。メルちゃん。メルちゃん。メルちゃん、どっからお洋服脱がすの?メルちゃん。これ一人で着られないタイプの服だよ、メルちゃん。僕が脱がしてあげるね、メルちゃん。メルちゃん。ああ、メルちゃん。ああ、メルちゃん。あ、メルちゃんいいよ。メルちゃん。メルちゃんと一緒に。俺メルちゃんと一緒にお風呂行くわ。メルちゃん行くぞ、お風呂。メルちゃん行くぞ、メルちゃん。うわぁ、水が、うわぁ。そこ座れよ。俺がシャンプーしてやるよ。あ、だってした。メルちゃん。いや、あ、俺の髪型がサザエさんみてぇだと。メルちゃんコンサンセス出てきたぞ、これ。すごいよ、シャワーの水圧すごいよ。メルちゃん、メルちゃんすごいよ。